じゃあ次は、鈴木家宣戦布告したら多分出てくるよな。三好が出張ってくると思うんですが、いや、鈴木家行くか。一旦、川内畠山からでもいいけど。どっちから行ってもまあ大丈夫なんだよね。川内畠山から行く。いや、鈴木欲しいな。鈴木ゲットできたら超でかいんですよね。定めあたり。まあでも、川内畠山。いや、我鈴が木にしまし鈴ょ木、お見せしよう。う。多分、出てこないと力を信じ貸ましてょやろう。う。で、いいね。信長と畠野がすごい力貸し続けてくれてる行きんまで、す。これは本当にありがたい。進め。じゃあ、定めの1500を取りに行きます。援軍借りてくんなよっていう感じだけど、借りてきてないんで OK ですね。手を打ちます。で、どこまで軍を出そうとしてる？ここは3000か。勝てるな。我に続け。射撃上げたところで、あ、いい。全然 OK。てか、むしろその耐えられるようになるの方が辛いかもしれんな。で、これにより、ご命令を。一応、三好っていう大国と領土が接してしまったのは辛いですね。御所の足軽兵いらないな。もうちょいでも兵は入れとかないと、後で絶対辛くなるんで、兵だけは入れろ。で、マジで足軽いらん。これでいきましょう。金銭収入はなんとか増えてきたんで、このままいけば、まあうまくいくんじゃないかなという感じでございますね。そして、松永対織田。まあこれは織田につくし力をか貸ない。しましょう。おそらく久秀を取りに行くと思うんだけど、ああ、いいね、5000。結構行ってくれてんのありがたいな。まあじゃあうちも松永家宣戦布告していいんだよね。大丈夫だ。布告することで、うちも有利に取りたいところである。ここは松永に対してうちも我宣戦が布告軍しちゃい勢、ましょう。お見せしよう。力を貸し多てや分ろう。引き抜かれるとは思うけど、久秀、信長だけに美味しいところは渡せられないし。出てくんの君？高山右近とか言ってんな。まあ出てきたところでいざ OK っちゃ参 OK ろうなんで、か。出させてみよう。多分、あ、いいね。そっちで決戦してくれるなら。浅はかなり。よし。ワンチャンこれ、しかも、三好、いきなり宣戦布告すれば三好軍も取れるぞ。そして、三段打ち。どうだ？信長対松永。あ、信長勝利。OK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 。100人しかいない。しかも、100人だったらすぐ落ちるから、久秀の軍はうちで取れるぞ。めちゃになりそうですね。で、58日で落ちると。あ、楽だ。これより兵めちゃめ法ちを始める。ゃめちゃ信多長様とな協力策すはるいとかが楽でだしょう。ぞ。じゃあ、いや、軍事欲しい。商業も欲しいな。いや、でも、やっぱ、ひたすら軍事ですね、序盤は。長政ポイント意外と低いっていう。まあ、39か教授もな。終わります。まあ、本当に優秀な家臣をゲットしまくってるんで、それによって無双できてる感じするね。家臣成長速度は上げておきましょう。こんなもんかごな。命令を。兵糧収入も9月が来て増えてるのか、地味に。どう？あ、悪くない。今8位だ。ただ三好と接敵してるんで、ちょっと優秀なやつ上げときたいよね。宮部さんは上げとかないと。ま、あと、高虎とかか。かたじけとなりあえずい。こいつら上げて、艦上、大宴会。大宴会打ちてえな。引き抜かれるわけにはいかない。これは、まあ、義明絶対上げる。義明以外の東堂高虎とか、この辺上げとこかたじけない。う。いや、マジで頼むよ。引き抜かれないでくれ。かたじけない。とりあえずこれでいきましょう。でも、こいつらまた、すぐに、同盟が必要になる気がするな。よし。完璧。前に敵は恨み。雑賀城突破もでかいね。かなりでかい、これ。で、いいね、定裕と、
重秀も優秀だな。この時点で103の武勇あるぞ。まああと余りみたいな感じなんで、川内畠山一応お見せしよう。力を貸してやろう。結構畠の家いいね。めっちゃ味方してくれてる。手を打ちます。あ、軍出してくれる。しかもこれは楽だ。ただ優秀な武将を抱えてる割に金ってか感情がないんで、ちょっとそこが辛いかな。でもすごい、国土拡張がこんなに楽にいくと思わなかったな。え、信長城2つで、あ、信長と戦わないといけないってなったらすごい国土拡張大変そうだけど、信長に心中して将軍に抗うを選択したらこんなに簡単に崩れんの？あ、手取り城突破です。ということで川内畠山も突破。まあ全員東洋なんですけど、どうしようか、一旦長政返そうか。まああと石山御坊は取りたいよね。で君結構手こずってる。あと10日か。すぐ落ちるな。じゃあ時間をこのまま進めましょう。あ、三好対織田。あ、いいね、織田につきます。城と将兵を貸してほしい。あ、全然貸します。金もらうか。金ちょっと足りてないんで金かな。礼を言おう。皆の者、勝ち時をあげよう。よいしょ。ということで信貴山の松永家を突破と。松永被災でゲットです。え、めちゃめちゃ優秀家臣ゲットできてないこれ。でこれどこに攻めようとしてんだ。高屋か。高屋上げていいな。その代わり本願寺はうちでもらおう。軍略お見せしよう。不義の戦で世を生み出すもの、我が義の刃を持って成敗せ。味方したこれ。いや多分味方はしてないんだろうけど、とりあえずごぼう、石山ごぼう突破してで考えよう。ちょっと多分うち全然軍出るはずなんで、うん、大丈夫だと思う。このまま行って、始めましょう。あー、大名保有時の配下全員忠誠上昇欲しかったな。それ欲しかったな。で一個一気来るよって言ってるね、やっぱり。あ、島佐根隊1万出るじゃん。これは三好に、じゃあうちもビンジョルノしちゃいましょう。我が軍略お見せしよう。力を貸してやろう。ちょっとね、信長の国土拡張先を増やすのはマジで良くない。ずっと武田と争っててほしいんで、信長が国土を、あー、いいねいいね。これはね、織田家につきましょう。織田家につきましょう。力を貸しましょう。よし、石山御坊到着。86日強行で落ちる。強行ってか、まあ攻撃で落ちるな。86日でいいかな。ちょっと厳しい戦になってるような気もするが、まあ問題ないでしょう。そこを高屋上げても岸和田を取らせなければ、三好を食い破ることはできないはず。そして、あ、すごいですね、久秀と鈴木重秀、まあ、松永と鈴木家を手に入れたことによってめちゃめちゃ豊作解放してますね。どんだけ強いんだこの家。でさすがに論議は欲しいんだけど、論議と商業にしようかな。59持ってきたの優秀ですね。47ポイント高え。あ、いいいい、商業回数増加。これで金回りがまた強くなったね。でさすがにカジソン欲しい。あと農兵歩兵速度、まあいらないな。歩兵速度は農作用費用低減とかにしとくか。うん、朝廷いっぱい来るようになってもしゃあないっちゃしゃあないから、とりあえず外交交渉より1個は取っといていいか。こんなもんにしときましょう。そしてうちに使いたい。大谷義継くんのマジ？義継まで来んの？ちょっと待って、うちさかなり優秀な武将来てない。
大谷義次、島左近、久秀、長政、藤堂高虎、鈴木重秀、定湯、細川藤孝、あれあれ、わずか数1年経たずして優秀な人材がこんなにも。ただしちょっと赤すぎるね。とりあえず大宴会打とう一旦。家臣の忠誠が悪すぎる。家臣の忠誠、まあまあまあこいつらはだいぶ厳しいんだろうな。あげなくちゃいけないやつが多すぎるんだよな。いや久秀だな。とりあえず松永久秀はあげとこう。なんか抜かれそうな気もするが、やれることはやってこう。我に続け。三好義次頑張ってるじゃない。あ、いいね。9000到着。91日か、かてえな。そして織田家が朝倉との決戦に勝利。あ、それは OK。 義明が朝倉に下った。まあ朝倉ならいっか、倒すのそんな大変じゃない。で、結構交渉できるんだったら交渉で落としてってもいいのかなとは思いますよね。26。あ、31日強行もできるけど、強行にするか。ああ、まあまあまあ、26日強行落ちるかな。まあ落とそう。ご命令を。織田家なら多分余裕で戦えると思うし、交渉もできるといいんだけど。仏敵面。一個一機マジ辛い。うちだよね。それはオッケー。オッケーじゃないけど、まあしゃあない。今布告してんのはうちだけだ。で、結構厳しい戦になりそう。66日。まあ信長軍に頑張ってもらうしかないな。で、浅いけど、あと14日。いや、来ちゃった。弥勒隊来ちゃった。そこで来るかね、そこで来るかね。実質的な援軍みたいなのほんといらない。とりあえず交渉するか。竹中半兵衛との戦は織田家が勝利って言ってるんだけど、これ軍手出すると出そうとしてくるんで、これ3000ちょっと出るふりだけして帰ってもらいます、半兵衛に。よしよしよし、オッケー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 。とりあえず帰ってもらえればオッケー。交渉で落ちればって感じかな。よし、相手方の準備。ここは筒井純慶81の外星ならいけるんじゃないか。よし、 61% 通したの偉い。恥はもらったぞ。手を打とう。じゃあこれ石山ごぼうを向かわせてやって、こいつは返します。これでとりあえず信長の拡張先は止めたかな。で、あとそっちか。まあ一旦返してだな。そっちは三好家に下った。三好家に下った。まあまあまあ、三好に下るのは OK。 てか金回りがかなり厳しいことになってるのは、おそらくちょっと使い足軽やってるんじゃないかな、どっかで。なんかそんな気がしますね。ご命令を。だって他に使うところないですからね、うち。はっ。マジで足軽は雇わなくていい。かしこまりました。この方法でうちの国力を蝕んでくるのマジ強いな。辛いな。足軽が城増やしてんのに金銭収入上がってかないみたいな。石山ごぼうでも結構削った。あ、38日で落ちる。よしよしよし、とりあえず2回目打たせるな。2回目を打たしちゃいけないのと、とりあえずここまで取って、金ヶ崎とか取って、うち所属にするか。そうだな、朝倉切ろう。この攻撃しましょう、朝倉家。ちょ、これ以上織田家をのさばらしちゃいけない。ここは無理してでも軍を出して突破すべきなんだけど、どっちに行くか。200人の
多分ここ取ってもう、そう、海辺でつながってるからここ全部行けちゃうんですよね。だとしたらここかな、金ヶ崎まで取らせるか。そうすれば行ってもこの下だろ。あ、別所がうちに使えようとしてる。これより表情、全然全然、攻撃はやってくるべきものだからな。69いいね、48、46、ポイント非常に高い、優秀で。新山提案力取るか、いった。これだけ優秀なの揃えば結構、何、あ、馬産成長とかいいね。成長させましょう。労力増加小、こんなもんかな。で、中性真っ赤なんだろうな、多分。まだ全然赤いでしょ。赤えな。本願寺家がどうこうはないけど、いやでもできることないですね、このままだな。あ、織田家帰ってった。我らの勝ちよ、勝ち時をあげよ。じゃあ本願寺これは OK で、有岡を取るかどうかか。有岡、まあ、とりあえず有岡後回しでいいな。皆の者、こっちだ。とりあえず朝倉領を全部倒して、織田家がこれ以上国土拡張しないように立ち向かいましょう。あ、でいいね、能登村上倒すのにだいぶ手こずったんだな。それがよくわかる戦だ。九州とかも一大改革が起きてますね。76日、金ヶ崎そんな時間かかるか。まあそれはいいでしょう。で、どうなの。あー、めちゃめちゃ大友が強いですね。このままいくと大友が九州統一する可能性はあるな。まあ島津次第って感じだけど、大友が国力あると毛利の力もかなり弱まるんでやりやすいですね。そして姉が工事の頼綱ってやつが後を継いだみたいですね。よいしょ、ご命令を。やっと兵が帰ってきた。長政多分貸してたよね、うち。そのせいでめっちゃ国力的に辛いことになってた。で、金ヶ崎は交渉で落としたいんだけど無理かな。なんか下ってるな、めちゃめちゃ。まあ、ここは交渉でいいわ。あと本、ご命令を。本願寺に関しては信長の本願寺攻めをビンジョルヌして、うちが少しでも楽に取れるようにしましょう。で、柳沢さん85あるなら行ってきな。 54% 通った通った。この城もらい受けよう。マジででかい、それ通してくれるの本当でかいな。進むのだ。じゃあこれでサクッと一旦戦争終わりにしたいところ。後瀬山突破、完璧だ。なんか今回すごい、こんな楽な戦になると思わないな。承知いたしました。とりあえず交渉してみるか。一旦三好は OK かな。本願寺もいいかな、一旦終わりにして。 OKOK。ただ多分まだ長引いてるね、三好と本願寺。よし、終わりにしよう。本願寺もかしこまった。長い戦はマジで無駄なんで何の意味もない。よし、三好終わり、本願寺も終われ。一期さえ終われば足軽を解雇できるんで金銭収入がまた上げられるはず。これより表情を始める策がございます。提案力強化めちゃめちゃ強いの、ひらめいてるね。で、軍事は取ろう、軍事と論議だ、ひたすらに。53、そして49。表情を終わります。久秀が頑張ってくれてるのはありがたいな。で、工場戦士日殺しとか強いでしょ。金銭収入も上げといた方がいいね。鉄砲証券とか上げときましょう。こんなもんかな。で、金回りが少しずつでも回ってくれるのはありがたい。かしこまった。あとどうしよっか。二条御所いないね。この辺か。足軽多そうなのは、ああ900人はマジでやめてほしい。むしろテロに近いからな。彩花の足軽もいらんぞ。
だからここを人数増やしたいね。3000は欲しいかな。これそうそう、人増やすと今度米が足りなくなるから、それはそれで厳しいんだけど、なんか今すごい順調にいってますね。よし、矛を収めてくれた。このよし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 、受けよう朝倉突破せということで、朝倉家は浅井家によって滅ぼされました。名役を破棄した浅井家はもう朝倉も簡単に倒すね。でなんか将軍さあ、義明戻ってきましたねありがてえ。ということでね、動画見てくれて本当ありがとう。まずは右側のチャンネル登録ボタンをクリック、そのまま左側のおすすめ動画ぜひ見てくれよな。あ、そうそう、高評価コメントも忘れずにね。ということでね、また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。